こんにちは、トルーパーズの山中です。こちらのガーバーの、クルーシャルブラック、こちらを紹介させていただきます。こちらは、ですね、従来のクルーシャルっていうのがこのようにありまして、こちらのカラビナの部分、この機能を代わりにこのストラップカッター、こうやつですね、こちらに交換してあるモデルとなって、あとはオールブラックモデルであると、そういうわけでこの緊急時にこちらのストラップカッターを使うと、なんだろうな、車のシートベルト、あとはパラシュートで降下中の隊員さんとか、いかがでしょうかと。それであとはワンハンドオープンナイフも従来のクルーシャルと同様についております。こうか、こういった、独特の形状のナイフ、安全ですね。パラシュート部隊用なのかな。そう、まあね、まあいろいろね、そこは皆さんの妄想に委ねましょう。で、そんなこちらのナイフ、あとはでこちらライナーロック式ですね、でなぜかこのストラップカッターにもライナーロックがついているので、こちらは左手で片手で閉じることができますね、であとはまあポケットクリップがついています。マイナスドライバー、あ、これにもクリップ、これにもロックがついてるんですね。で、プラスドライバー、こっちにはついてないのか、こっちにもついてるんだ、なんだろう、クルーシャルもついてたっけ、あ、ついてた、こっちにもついてる、両方ついてるんですね。そんなんで、あとはこちらでこの、ちょっと細身ですけど、こういったプライヤーがついております。ということで、こちらは全長が約14センチ、収納時は約9センチで、重量は約142グラム、材質はステンレススチールとなっております。ということで、こちらの、ガーバーのクルーシャルブラック、こちら下の説明欄にリンク貼っておきますので、よかったら検討の方よろしくお願いします。では最後までご視聴いただいてありがとうございました。